さあ一緒に SF 小説より不思議な世界へ出発です。新しい宇宙論が想像を超えた奇想天外な世界に私たちを誘ってくれます。小さな原子から広大な銀河の果てまで、宇宙のすべてを一つの理論で説明したいと願ったアインシュタインの夢。そして今、壮大で優美な新しい宇宙像が生まれようとしています。50年前、この家でアルバート・アインシュタインは大きな謎に取り組んでいました。それはあまりに難解で、今でもまだ多くの物理学者が頭を悩ませている謎です。アインシュタインは晩年の20年をニュージャージー州プリンストンで過ごしました。2階の書斎、ここで宇宙のすべてを説明することができる統一理論を求めていたのです。人生の終わりが近づいてもなお、アインシュタインは紙と鉛筆を離さず、統一理論の方程式を考え続けました。アインシュタインは自分が大きな発見に近づいているのは確信していましたが、ついに夢を叶えることなく世を去りました。それから半世紀、アインシュタインが抱いた統一理論の夢は今も物理学の究極の目標となっています。そして最近になってようやく有望な理論が登場しました。ひも理論と呼ばれる斬新な考え方です。もしひも理論が宇宙のすべてを解き明かす統一理論だとすると、かなり衝撃的なことになりそうです。私たちは SF のような世界で生きていることになるからです。11次元の時空、すぐ隣にある平行宇宙、紐の奏でる音楽で成り立つエレガントな宇宙、ひも理論の考え方は非常にシンプルです。宇宙のすべてはただ一種類の要素でできているというものです。その構成要素とはひもと呼ばれる想像を絶する小さな振動するエネルギーの糸です。チェロの弦は多彩な音を出すことができます。同じようにひも理論の小さなひもも様々なパターンで振動し、あらゆるものを作り上げています。言い換えれば、宇宙は壮大で果てしないシンフォニーのようなもの。小さな振動するエネルギーの糸が多様な音楽を奏で共鳴しているのです。ひも理論は全く新しい宇宙観を作ろうとしています。奇妙で美しい宇宙です。しかし、宇宙を完全に解き明かし、ただ一つの理論にまとめることが本当にできるのでしょうか。 R ミュニュマイナス2分の 1G ミュニュ R、 この後はイコール 8πGT ミュニュ、アインシュタイン・ヒルベルト作用の変分原理から場の方程式が得られる。これは何？違う、これはスカラー曲率。これはリッチテンソル。
君は習ってなかったの？どんなに頑張っても犬に物理学を教えることはできません。犬の脳はそれを理解するようにできていないからです。では私たち人間はどうでしょう。宇宙の究極の法則を極めることができるのでしょうか。今日の物理学者は可能だと信じています。アインシュタインの果たせなかった夢が間もなく実を結ぶ時が来ると。統一理論はおそらく一つの方程式になるでしょう。そして宇宙のすべてがこのいわゆるマスター方程式で説明できることになります。マスター方程式は確実に存在するだろうと考えられています。この200年ほどの間に得られたさまざまな研究の成果がすべて一つの理論体系へと収束しているように見えるからです。その体系を私たちは今探しているところです。幅広い物理現象をシンプルな方法で説明することができれば間違いなく前進と言えます。宇宙の多種多様な現象すべてを包み込む一つの偉大な理論を見つけ出すことができたとしたら、それはもう感動的です。統一理論を目指すべきだとする考え方は物理学の歴史の中ではごく自然なことでした。統一理論探求の歴史は科学史上最も有名な出来事で幕を開けました。1665年のある日、一人の若者が木の下に座っていると突然一個のリンゴが落ちてきました。これをきっかけにアイザック・ニュートンは科学史に革命を起こしたのです。ニュートンはこう言いました。リンゴを地面に引きつける力と月が地球の周りで軌道を描いている力は同じものである。重力と呼ぶただ一つの理論でニュートンは天と地を統一したのです。つまり惑星の動きを支配しているのと同じ法則が潮の満ち干やリンゴの落下も支配しているということです。私たちの自然観を見事に統一する理論でした。重力は科学的に理解できた最初の力でした。ニュートンが重力の法則を発見したのは300年以上も前のことですが、非常に正確な予測ができるため、その方程式は現在も使われています。月に人類を送った時も、ニュートンの方程式以外、何一つ必要としませんでした。ところが、決定的な問題がありました。ニュートンの法則は、重力の大きさを正確に説明していましたが、実際に重力がどのように働くかはニュートン本人も分かっていなかったのです。長い間科学者は見て見ないふりをしてきました。1900年代の初め、スイスの特許局で働いていたアルバート・アインシュタインは特許の出願書類を審査しながら光の性質についてじっくり考えていました。これがやがて重力とは何かを解明することにつながっていきます。26歳の時、アインシュタインは驚くべき発見をしました。光の速さを超えられるものはこの宇宙には存在しないというものです。ところがこの概念を発表した途端、アインシュタインはニュートンと対立